こんにちは、ヨガジャーニーのかよです。今日は太陽礼拝 A を3ラウンド一緒に練習していく、そしてバリエーションをいろいろ展開していく動画の内容になっています。この動画は、太陽礼拝 A ですね、シンプルな太陽礼拝 A の動きが気持ちよくスムーズに動ける経験者向けの内容となっています。もしね、ヨガ初めての方、まだまだ練習をね、深めていきたいなという初心者の方は、初心者向けの、ヨガジャーニーのチャンネルの中の動画をおすすめしています。今回短い動画ではあるんですけども、かなりの運動量が入ってきます。なのでこの動画を始める前に、もし必要があれば、先にウォーミングアップを、ね、しておくといいかもしれません。ここから始まる動画は、ね、すぐ太陽礼拝 A の動きから入りますので、例えば手首だったりとか、あとは肩なども、ね、ほぐしておけるとよりスムーズに動けるかもしれません。ではね、パワフルな動画になりますが、一緒に最後まで練習していきましょう。では早速始めていきます。それではここから太陽礼拝 A3 ラウンド行っていきます。最初の1ラウンド目はバリエーションなしの通常のバージョンでやってみましょう。で、2ラウンド目、3ラウンド目と様々なバリエーションポーズを加えていって、アクティブな練習を一緒に行っていきましょう。ではマットの前にまっすぐに立っていきます。タダーサナ、山のポーズからスタートしていきましょう。足の親指の付け根を揃えて、足の指をしっかりと広げ、マットにしっかりと足の裏を安定させていきます。顎を軽く引いて、気持ちかかと重心です。頭頂とかかとを引き離すようにして背面を伸ばしましょう。肩や胸の力は抜いて、そしてズボンのチャック締めるように下っ腹締めておきます。膝を軽く閉じて、エネルギーを中心に集めましょう。両手胸の前で合わせます。優しく目を閉じたら、一度鼻から吸って、口からため息、口を閉じて、今自分の体の中に流れる呼吸とつながっていきましょう。吸って体の中が広がっていく、吐いて全身が緩んでいきます。この呼吸とリズムにしっかりつながって、ここから太陽礼拝へ3ラウンド行っていきましょう。ではそっと目を開けたら、早速始めていきます。1回目、吸って横から両手持ち上げます。頭の上合掌です。吐いて前屈、膝を曲げていいです。首、頭、力を抜いて、吸って上体半分起こしましょう。胸を開きます。吐いて両手マット、片足ずつ後ろチャトランガー、膝をついても大丈夫です。脇を締めます。吸って足の甲に寝かせてアップドッグ、きつければコブラでも構いません。吐いてダウンドッグを作っていきましょう。ではここで呼吸5回、1、2、手の指先しっかり開きましょう。3、肩すくめないように二の腕向かわせて、4、肋骨背骨の方に引き込みます。5、吸って片足ずつ前、上体半分起こしましょう。背骨を伸ばして、吐いて前屈、膝を曲げて大丈夫、首、頭、だら。吸って横から両手持ち上げます。頭の上、合掌、目線、指先です。吐いてナマステ、合掌、胸の中心に戻しましょう。2回目、吸って横から両手持ち上げて頭の上、合掌。吐いて前屈、膝を曲げます。首、頭、だら。吸って背骨半分起こし、胸を開いて、吐いて両手マット、片足ずつ後ろチャトランガ、膝ついても大丈夫です。吸ってアップドッグ、きつければコブラ、かかと空向き、吐いてダウンドッグ。ここからバリエーション入れていきましょう。ではつま先立ちのダウンドッグに切り替えていって、手首と腰を引き離していきます。この長い背骨の延長線上、吸って右足アップ、で吐いて右膝を胸の方に引き寄せるようにしながら、右手首内側にそっと右足を下ろしていきます。そして両手カッパハンズに切り替えましょう。両方の足力強く踏ん張り、後ろ足はしっかり膝を伸ばします。つま先立ち、特に足の親指の付け根、母指球を踏み込みましょう。次ハイランジに入っていきます。次の吸う呼吸、両手万歳、ハイランジ、吐いて肩リラックス、吸ってもう一つ胸みぞち開いて、吐いて両手下から後ろに回したら指を絡めましょう。吸って拳を下げて胸を開きます。吐いて顎軽く引いて、さらに肩甲骨寄せましょう。胸で吸って、
吐く呼吸でゆっくり手をほどいて、両手カップハンズ、右足首ハサミに置いたら、吸って右膝をゆっくり伸ばし、吐いて前屈、パールシュボッタナーサナのバリエーションです。後ろ足かかとを今回は上げておきましょう。右腰少し後ろに引いて、肘肩リラックス、右もも裏、ふくらはぎに呼吸を送りましょう。もう一つ吸って、次の吐呼吸でゆっくり右膝を曲げたら、左足かかと斜め45度内側踏み込んでいきます。今度左手に導かれるように体を開きましょう。吸って左手前上後ろに引っ張っていって、吐いて足踏み込んでいくビラバドラサナ2です。右手指先を見ていきましょう。吸って頭頂上に、吐いて足腰強くなる、尾底骨を下に向けて、そして下っ腹締めましょう。肩リラックスします。もう一つ吸って、お腹からしっかり吐きましょう。リバースウォーリアー、右手のひら空向きです。吸って右手胸目線空に引っ張り上げ、吐いて右膝踏み込む、肩力抜いて、吸って右あばらウエスト開いて、吐いて上半身起こしたら三角のポーズいきましょう。吸って右膝伸ばして、吐いて上半身右前にスライド、ウエスト伸ばしたら右手今日すねで大丈夫です。吸って左手目線空、吐いて肩リラックス、吸って手足が広がる、そしてお腹から全部吐きます。ではゆっくり左手右手の順でマットに下ろしていったら、右膝90度、そして両手しっかりマットに手のひら置いていきましょう。左足つま先立ちに戻っていったら、吸って右足後ろ、吐いてダウンドッグに入っていきます。反対足いきましょう。次吸う呼吸、つま先立ちのダウンドッグ、吐いて二の腕向かわせ、肋骨を引き込んでおきましょう。そして長い背骨の延長線上、次の吸う呼吸で左足アップ、吐いて左膝を胸に引き寄せるようにしながら、ゆっくり左手首内側に左足を置いていきます。両手指先立てましょう。右足つま先、特に母子球親指の付け根で踏み込んで、そしてお尻のほっぺたヒュッと締めながら、お尻で股関節をね包み込んでいきます。強い土台を作ったらハイランジに行きましょう。次の吸う呼吸、両手万歳、手のひら向かわせて、吐いて肩リラックスです。吸ってもう一つ胸みんぞうち開いて、吐いて両手下から後ろ指を絡めていったら、吸って拳引き下げます。胸目線空、吐いて肩耳離す、胸を開いて、吸って吐く呼吸でゆっくり両手カップハンズ、マットの前に下ろしましょう。吸って左膝を伸ばして、吐いて前屈、パールシュボッタナーサナ、ここはバリエーションなので、右足はかかと持ち上げていいので、左腰しっかり後ろに引いて、左もも裏ふくらはぎに呼吸を送りましょう。肘肩リラックスして、もう一つ吸って、次の吐く呼吸でゆっくり左膝を曲げたら、右足かかと斜め45度内側踏み込んでいきます。両方足しっかり踏ん張っていったら、右手に導かれるように体を横に開きます。吸って右手前上後ろに引っ張って、吐いて選手のポーズ2に入りましょう。吸って顎引いて頭頂上、吐いて尾底骨下、同じ力で足を踏ん張り、肩はリラックスします。リバースウォーリアー、左手のひら空向けて、吸って左手胸目線空に開放、吐いて左膝踏み込み、肩リラックス、吸って左あばら開いて、吐いて上半身起こしたらトリコナーサナー、吸って左膝伸ばして、吐いて上半身左前にスライドです。左手をすねに置いたら、次吸う呼吸、右手目線空、吐いて肩リラックス、吸って手足が広がる、吐いてズボンのチャック締めて、下っ腹締めながら中心から手足を大きく広げます。もう一つ吸って、吐く呼吸で右手カップハンズマット、左手カップハンズマット、左膝90度に曲げたら、右足つま先立ちに戻しましょう。両手肩幅しっかり、手のひらマットに置いていったら、吸って左足後ろ、吐いてダウンドッグ、ここで呼吸5回吸って、吐きます。吸って吐く、肩リラックス、呼吸をどんどん続けていって、そして手だけではなくて足にも呼吸を送っていきましょう。ではラスト吸って吐きます。では次吸う呼吸、片足ずつ上体半分起こして背骨を伸ばします。吐いて前屈、膝曲げていいです。首頭だら
吸って横から両手持ち上げます。頭の上が小、相手のアマステ中心に戻りましょう。3回目、吸って横から両手持ち上げます。頭の上が小、吐いて前屈、膝曲げる、首頭だら、吸って背骨半分起こし、胸を開いて、吐いて両手マット、ここから片足ずつ後ろでプランクポーズでストップしていきます。頭頂かかと一直線、そしておへそをキュッと引き込んで、腹筋も締めておきましょう。肩甲骨は寄せるのではなくて開いていきます。ではここからバシシタサナのバリエーションいきましょう。右足のかかとを左床の方にグッと出していきます。できるだけ右足のかかとは左側真横に置いてあげましょう。そして左足の土踏まずをマットの方に向けていきます。そしてゆっくり左手を離し、右手で床を押しながら、次吸う呼吸で左手アップ。吐いていければ目線は空を見上げて、そして骨盤を下からグッと引き上げるようにチャレンジしていきましょう。さらに深められそうな方は、次の吸う呼吸で右足をグーッと持ち上げ、右の内もも効かせてみてください。もう一つ吐きます。では左手マット、右足も元のポジションをプランクポーズに戻っていったら反対側行きましょう。今度は左足のかかとを右側の床の方に出していきます。できるだけ真横です。そして右足の土踏まずをマットの方に向けたら、ゆっくり右手を引き離し、左手床を押します。手右手アップ目線曲げて、お腹から吐く、骨盤を下からグッと持ち上げる、この脇腹の強さもキープしましょう。このままでもいいですし、チャレンジできそうな方は吸って左足アップ、内ももをしっかりと使っていきます。もう一つ吸って吐きます。では右手マット、左足マット、プランクポーズに戻ったら、吸って両手マットをプッシュ、吐いてチャトランが膝ついても大丈夫です。吸ってアップドッグかコブラ、胸を開いて、吐いてダウンドッグ、ここで呼吸5回ボン。最後のラウンド呼吸丁寧に、2手で吸ってかかとから吐く、3、2の腕向かわせます。首スペース作って、4、内もも空向きです。足裏平行、5、吸って片足ずつ前、上体半分起こしましょう。背骨を伸ばして、吐いて前屈、膝曲げてもいいです。首頭だら、吸って横から両手持ち上げましょう。頭の上が小、吐いてナマステ合掌、胸の中心です。このまま一度鼻から吸って、口からため息、口を閉じて、もう一度自分の中心へと意識を戻しましょう。呼吸が落ち着いたらゆっくりと目を上げて、手もほどいていきます。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。今終わった後ね、結構な、体の熱さ、あるいは汗をかいている方も多いかもしれません。かなりパワフルな動きだったのでね、運動量もあったんですけれども、一気にね、体の内側から元気になったのではないかなと思います。また調子のいい時にぜひこの動画一緒に練習してみてください。では今日の動画ここまでにしましょう。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。Bye.